どうも、しゅんすTVです。過去の動画見てくれた人わかると思うんですけども、ボニーのおもちゃが全部アンティークショップにベンソンとジョンソンにさらわれてしまいました。そしてここのお豆三兄弟チャックルズバターカップもベンソンたちにさらわれてしまいました。どうやらロッドの狙いはおもちゃの仲間を増やすためにボニーの家から一気に持ってった感じですね。このままだとマジでやばいです。もうとりあえず僕のおもちゃたちで救出に行くしかありません。ねえリンゴちゃん。あら、そうね、仲間を大切にすることはとっても立派よ。必ず助け出しましょうね。はい、あの過去の動画見てくれた人わかると思うんですけども、ゴーストリンゴちゃんが救出に来てくれました。そしてこちらの紙、アップルペーパーといって、名前を書いたらその書かれた名前のおもちゃは壊れてても助かるという紙なんですけど、もう2枚使ってしまってあと1枚しかないんですけど、何かあったらもうこれを使うしかないですね。あ、そうだ、コメント欄ですごいいい質問してくれてる人がいた。ねえリンゴちゃん、この紙って何体もおもちゃの名前書いても大丈夫なの？いいえ、その紙に書けるのは1体までよ。2体以上名前を書いたらどちらも無効になるから気をつけてね。あと破っても無効よ。そうかそうか。いやー、じゃあこの紙に書ける名前は1体までなんですね。何体も何体も書けるんだったら一気に直すことができたんですけども、まあでもここ2枚使っちゃったのでもうあと1体しか直すことができないんですけど、なんかピンチがあったら使うしかないですね。ビデオメッセージ来ましたよ。ビデオメッセージちょっと見てみましょう。ベンソン、ベンソン、ジョンソン、ジョンソン、俺たち最強。やあ、こんにちは。私たちの家族にならんか。人はいつかおもちゃを捨てる。我々は持ち主がいない自由なおもちゃだ。どうかね。言うことを聞かないと私たちがお前たちを粉々にする。わかったか？私を信じなさい。人はいつかおもちゃを捨てる悪いやつだ。デイジーもそうだった。そうだろ、チャックルズ。マジかよ、本当にボニーのおもちゃを全部持ってったんですね。本当だったんだあれ。くっそ、マジかよ。どうしたらいいんだろう。ボニーのおもちゃで強いおもちゃってトリクシー。そうだよ、トリクシーはきっと強いはず。あ、でもベンソンとジョンソンの方がやっぱ強いか。それにロッツォもいるし、向こうはやっぱりなかなか強い戦力揃ってますからね。まあきっと今回デビルポリスステンチーを私が救出に行っておもちゃの仲間が減ったのでもっと増やそうと思ったんですね。それにしてもボニーちゃんが狙われるなんて本当にか。またビデオメッセージだ。嫌な予感すんな。ちょっと見てみましょう。やあ、こんにちは。私に逆らって突進してきたやつがいる。そういうやつはどうなるか教えてやろう。礼儀というものを教えてやらなければ。逆らうとどうなるか思い知らせてやる。マジかよ、ボニーのおもちゃの中で一番強いトリクシーがやられちゃってるじゃないですか。いや、どうした？あの、シュンさん、シュンさん、レックス、僕に行かせてほしいんだ。トリクシーは大切な友達なんだよ。いや、そうか、
レックスとトリクシーはとっても仲がいいですからね。レックスの気持ちはわかりますけど、ここは本当に強いおもちゃでしっかりと作戦を立てていかないとまずいので、じゃあまずはレックスに行ってもらうことは決定です。他に、そうだなぁ、この前ウッディとバズに行ってもらったばっかりで疲れてると思いますし、それにポリスステンチューはまだ怪我をしている状態ですので、そうだ。サニーサイドメンバーだ。サニーサイドメンバーはめっちゃ強いですので、なんとか大丈夫だと思います。よし、このメンバーで行ってもらいましょう。さあ、おもちゃの皆さん、ぜひ今からアンティークショップに行って、ボニーのおもちゃたちを救出しに行ってくださいね。レックス、ぜひ無茶しないように頑張ってね。僕、肉食恐竜の中で一番強いから大丈夫だと思うんだ。では皆さんぜひ頑張って行ってきてください。サニーサイドメンバーは本当に強いおもちゃたちですので、安心して待ってますので、では行ってらっしゃい。いやー、ちゃんと行けたかな。とりあえず見てみましょうか。おー、まだ向かってる最中でした。あ、ごめんなさい、急にドア開けちゃってね。あの、皆さんぜひ行ってきてください。お願いします。いや、こういうこともあるんですね。まだ完全に向かってる途中でしたけどもね。ちょっともう一回開けてみましょう。多分もう行ったかな。おー、いや、完全に行きましたね。いや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 、よかったよかった。サニーサイドメンバー頑張ってくれ。レックスも無茶しないように頑張ってくれ。おもちゃの皆さん、ここで信じて待ちましょう。絶対私たちの方が強いですから大丈夫です。みんなが救出に向かってくれました。いやー、このままみんなが無事帰ってきて、そしてボニーのおもちゃたち全部救出できれば最高なんですけどね。バターカップとかももうみんな取られてしまいましたから心配ですけど、でもボニーのおもちゃがロッツォに洗脳されて悪い心になるとは思えないんです。あとサニーサイドメンバーもそうですね。ロッツォのことですから、また悪い心にしようとするかもしれない。そうだ、リンゴちゃん、リンゴちゃん、あれ、リンゴちゃん、シュンさん、シュンさん、ステンチ、ステンチどうしたの。リンゴちゃん、サニーサイドメンバーと一緒にアンティークショップに向かってったよ。そうだったんだ。そうかそうか、その方が安心ですもんね。でも僕、リンゴちゃんが心配だよ。みんな無事帰ってこれるのかな。とりあえずポリスステンチーが今負傷してるので、ステンチーたちは行けないですけども。申し訳ありません、早く私の怪我を治しますので。いや、なんとかおもちゃたちが救出してきてくれればいいんですけど。あ、そうだ、皆さん、今日の夜7時いいですか。今日の夜7時にもう一本動画をアップロードします。もしかしたらおもちゃがみんな帰ってきてくれるかもしれないので、信じて夜7時に動画をアップロードしますので、ぜひご覧になってください。頼む、おもちゃたち帰ってきてくれ。ではまたお会いしましょう。さようなら。いやー、みんなが無事帰ってきてくれるといいな。僕、行きたいけど、行きたいけど、怖いよ。ステンチーの質問コーナー。ステンチーに質問です。ベンソンに勝ちたいですか？勝ちたいし、それに早くみんなで仲良くなれればいいな。ステンチーに質問です。次に仲間にしたいおもちゃは何ですか？ベンソンやジョンソン、そしてロッツもみんな仲良しになれたらいいなって思うよ。ステンチーに質問です。ステンチーとデーモンフォーキー、どっちが強いんですか？デーモンフォーキーの方が絶対強いよ。だって僕、弱っちいもん、勇気もないし、ダメだ、うわーん。あら、皆さん、ゴーストって移動がとっても早いのよ。質問コーナーのために一回帰ってきたわ。リンゴちゃんの質問コーナー、レッツスターティン。リンゴちゃんに質問です。もう一つ手作りのおもちゃを作ってデーモン化すればいいんじゃないですか？あら、とってもいい方法ね。シュンさんに伝えておくわ。でもシュンさん、ものづくりがあまり得意じゃないみたいなのよね。あなたにリンゴポイント3ポイントあげるわ。リンゴちゃんに質問です。
死んだおもちゃもゴーストになるんですか？ならないと思うわよ。リンゴのことはいろいろ知ってるけど、おもちゃのことはあまり詳しくないわ。でも、なるなんて聞いたことないわよ。いい質問ね。あなたにもリンゴポイント3ポイントあげるわ。皆さん、高評価とコメントくれた人全員にリンゴポイント5ポイント、チャンネル登録してくれた人にもリンゴポイント3ポイント。あら、それじゃあ皆さん、7時にまたお会いしましょう。必ず帰れるようにするわ。それじゃ、またねー。